皆さんこんにちは。今年競馬の祭典を前に最も話を聞いてみたい男はと聞かれたら、答えは戸崎騎手一択ではないでしょうか。一番人気を背負う戸崎啓太騎手以外にいないと答える方も多いと思います。2014年から3年連続で全国リーディングに輝き、トップジョッキーの地位を確立、 JRA G1 12勝を誇っていますが、ダービーのタイトルだけは手にしていません。ジャスティン・ミラノと共に臨む10回目の挑戦を前に、戸崎騎手は何を思っているのでしょうか。無傷の3連勝で皐月賞を制したジャスティン・ミラノの主戦を務める戸崎騎手がミホトレセンで取材に応じ、自身初のダービー制覇への意欲などのインタビューに答えていました。まず皐月賞を振り返ってとの問いに対して、まず一言で強かったですね。クリアしなければならない部分を難なくクリアしてくれて、能力の高さを示してくれましたと話し、東京芝 2400m については、もともと東京の方が走りやすい、距離はやったことはないが乗った感じ全く心配ないと思っています。過去9回チャレンジして未勝利、勝てない理由はと聞かれると、単純にまだ足らない部分が多いんだろうなと思います。一つ一つのレースを振り返って、まだやれることがあったのかもしれないですし、ただそれは日本ダービーに限らずですけどね。注目集まる10回目のダービー挑戦については、ダービーまでのこの期間を十分に味わいたいと思って過ごして、今まで楽しく味わってこられました。少しずつピリピリっとした感じが出てきました。無事に馬も人もゲートインできることを願ってます。自身にとってダービーとは一番勝ちたいレースですので、このようなチャンスは逃したくないなという気持ちです。以前は強く思うことはなかったが、 JRA に移籍し経験を積み、2着2回ということで勝ちたい気持ちが強くなった。競馬サークルの人たちみんなが目指しているところなんだと、と答えていました。陣営、戸崎騎手、そして亡くなった藤岡浩太騎手、みんなで作り上げた馬で挑む思いは、そのあたりは僕の中で心強くなってまして、一人ではなく浩太と一緒に戦っているという思いが強いです。友道厩舎もダービーを勝ってますので力になっています、と話していました。ではここからは亡くなった藤岡騎手と戸崎騎手との関係性について見ていきましょう。まず2人を語る上で外せないのが、中央競馬のクラシック3冠の初戦、第84回皐月賞 G1 ではないでしょうか。このレースではゴール前の最後の最後で見えない力が勝利を導きました。第4コーナーを回った直線、坂を上がってゴールまで 70m、 3頭が激しいつばぜり合いを演じていました。先を行くジャンタルマンタル、追いかけるジャスティン・ミラノとコスモ・キュランダ、ググッと前に出たジャスティン・ミラノがそのまま首差で1冠目に輝きました。4月6日の落馬事故で10日に亡くなった浩太が後押ししてくれたと、戸崎騎手は涙ながらに空を見ていた姿が印象的でしたね。実はジャスティン・ミラノはもともと藤岡騎手が調教に携わっていました。昨年秋からジャスティン・ミラノを見てきた藤岡騎手は皐月賞へ向けた追い切りで2週続けて手綱を取っていました。友道康夫調教師はレース後の会見で、藤岡浩太騎手のご冥福をお祈りしますと号泣。1週前の調教で彼の最高でしたという感想が交わした最後の言葉になってしまった。ここまでよく育ててくれたと振り返っていました。そして皐月賞では亡くなった藤岡騎手の代わりに戸崎騎手が乗ることになりました。悲しむ間もなくスタートしたレースで、最初の 1000m を57秒5という非常に速いペースにジャスティン・ミラノも戸崎騎手も一時は戸惑っていました。速い流れでもリズムを大事にして直線まで行ければと、 3,4 コーナーで手応えが怪しくなったが、直線を迎えたらまた反応してくれたと懸命に立て直すことに成功すると、0秒7更新する1分57秒1のコースレコードが生まれ、ジャスティン・ミラノと戸崎騎手コンビが制覇しました。陣営、戸崎騎手、そして亡くなった藤岡浩太騎手やみんなで作り上げたジャスティン・ミラノとの一勝は、関係者やファンから称賛の声が止まりませんでした。第一関門は危なげなく通過、2冠目の日本ダービー、5月26日東京競馬場を制する気持ちは例年よりも強いのかもしれません。皐月賞では浩太が後押ししてくれたと語った戸崎騎手、落馬事故により命を落としてしまった藤岡浩太騎手ですが、実は戸崎騎手も過去に落馬事故を起こしたことがあります。その様子を振り返っていきましょう。2019年11月4日浦和競馬場で行われた JBC 競争のレディスクラシックで、モンペルデュに騎乗中に落馬し、開放骨折や靭帯、神経を損傷する大怪我を負いました。手術後も患部の熱がなかなか引かず眠れない日々が続き、
握力は全くなくなり、移植した骨がうまくつかず再手術を受けることになりました。なんと復帰までには約200日かかり、2020年5月23日に復帰しました。復帰戦は無観客競馬でしたが、デビュー戦のように緊張しましたと語り、シールメール騎手からは、あんちゃんしっかり手綱を持って乗りなさいと励まされたそうです。復帰後3週目の6月6日には復帰後初勝利を挙げ、翌日には G1 安田記念でダノンキングリーに騎乗し、8月16日には関谷記念 G3 を里のアーサーで優勝しました。怪我をして休んでいる間から多くの方が心配してくださり、復帰後もすぐに良い馬にたくさん乗せていただけました。今回の勝利もそうやって助けてくださる皆さんのおかげです。ファンも含めた皆さんに感謝しながら、怪我した後の初 G1 勝利をかみしめたいと思いますと感謝の意を表しました。そんな落馬事故による怪我での困難を乗り越えた戸崎騎手だからこそ、自身がダービーで2度2着に終わっているということももちろんあると思いますが、藤岡騎手がジャスティン・ミラノと向き合った時間や、成し遂げたかったであろう日本ダービー制覇の夢を背負い、例年よりも強い意気込みで今年の日本ダービーには絶対勝ちたいと思っているのではないでしょうか。そして技術や調子はもちろん重要ですが、競馬ファンも藤岡騎手の思いを戸崎騎手が背負って戦い、日本ダービーを制覇してほしいと思っているからこそ一番人気といった形に反映されているのだと思います。さて、5月26日に開催される日本ダービーで一番人気と言われている戸崎騎手ですが、実はもう二度と乗せないと苦言を呈されたことがあったのをご存知でしょうか。2023年10月8日に開催された毎日王冠 G2 では4番人気のエルトンバローズが勝利し、3歳馬が5歳のマイル王たちに勝利するという結果になりました。西村敦也騎手は3歳でまだまだ成長の余地があるエルトンバローズとともに、大きな舞台での活躍を楽しみにしていますとコメントしました。中段から手応え十分に最後の直線を迎えたソングライン、あとは春のビクトリアマイル、 G1 と安田記念、 G1 で見せたように得意とする東京の長い直線を突き抜けるだけと思われていましたが、戸崎騎手は馬群に突っ込むことを選択、今までと違って馬群を割って伸びてきてくれたと話した通り、最後は勝ち馬と花差の2着まで追い上げたものの、結果的には馬群をさばくロスが響いた格好となってしまいました。林調教師もいい競馬はできたと思うとコメントしていて、ソングラインにとってはあくまで目標とする BC マイル米 G1 の前哨戦でした。そういう競馬、馬群をさばく競馬を試したかった可能性もあります。ただファン心理としては、ソングラインは単勝 2.0 倍の一番人気、それだけ多くのファンが勝利を信じていたと思いますし、戸崎騎手を含めた陣営がどう考えていたのかは分かりませんが、馬券的には負けてはいけない立場だったと思いますと競馬記者は話していました。この結果にはレース直後の SNS や掲示板などで、戸崎さん嘘だよな、なぜうちに行った、さばけないんなら突っ込むなよ、普通に乗ってたら楽勝だったなど、戸崎騎手の騎乗に対する疑問の声が続々と上がり、中にはこれが戸崎啓太、天才的な騎乗だった、名人芸が炸裂しましたね、ソングラインの強さが際立ってたななど、皮肉たっぷりのコメントもありました。またこの毎日王冠での戸崎騎手の騎乗ぶりを痛烈に批判したのが、元 JRA 騎手の田原誠騎士でした。 YouTube トースポレースチャンネルのトースポ競馬ライブ、元天才騎手田原誠騎士、京都大賞典前日予想会&毎日王冠反省会に出演した田原氏は、ソングラインの最後の直線の進路取りについて約20分にわたって批判、辛辣なコメントも多く、俺が調教師とか馬だったらもう離婚ですよ、もう二度と乗せないと冗談交じりにバッサリと切り捨てていました。そんな時期を乗り越え、今回の日本ダービーでは一番人気の戸崎選手、戸崎騎手はコータありがとう、ダービーに向けてパワーアップしていい状態になると思っている、僕自身2着2回皐月賞を勝てたことでチャンスに巡り合えたことを感謝して、ダービーまでの日々を過ごしていきたいと話していて、友道調教師もこれから2冠目を狙いに行きたい、普段通り今までのパターンでやっていくと意欲を示しました。いよいよ26日に迫る日本ダービーですが、戸崎騎手とジャスティン・ミラノが陣営や亡くなった藤岡浩太騎手、そしてファンの思いを乗せて悲願の日本ダービー制覇を勝ち取れるのか注目が集まります。いかがでしたでしょうか。最近では落馬事故が話題になることも多い競馬界ですが、その裏で悲しい別れや苦しみながら怪我などに耐えながら
人々の思いを背負い、一つのレースに全力で挑んでいる騎手たちがいます。その中でも一握りのトップ層のジョッキーたちが挑むことができる日本ダービー、一番人気と言われる戸崎騎手とジャスティン・ミラノが制覇する姿を期待しているファンも多いのではないでしょうか。戸崎騎手とジャスティン・ミラノの2冠達成に向けた挑戦を見守りましょう。よかったらコメントで皆さんの考えや感想を聞かせてください。最後までご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価をお願いします。